将棋界にはの時に負けなしという格言があります、えー、この5三の時金っていうのはめちゃめちゃ価値が高いのでこれができたらもう負けはないまあもう必勝だっていう格言ですねじゃあ AI にも勝てるでしょうということで今回はこの局面から最強格の AI ハオタンと対局していきます、えー、持ち時間は1手10秒ですねで、えー、手番は後手からスタートしていきますハオタンからスタートということで よろしくお願いしますいやこれ悩むのが多分銀とかぶつけ金とかぶつけてくるんですけどと金逃げるか取った方がいいかがガチ悩みうん違う全然違う一回ぶつけてと金消しにくると思ったんやけどなまあ自然に風ついて風つきには角用意できるようにするこれ中飛車にすんのが立いいんかなこう真ん中も突破できそうやから いや、そこ。え、でも、それなら、なおさら中飛車にしたくね。金が中央から離れたから、なおさら中飛車じゃないこれ。なおさら中飛車でしょこれ、風風でも、時に火もつけたら、もう、悪いとこないですやん。勝ちか。いやー、それもなー、飛車先受けんのか、風伸ばしを優先すんのかっていうのはあるけど、ちょっと風伸ばしはちょっと、いきりすぎな気がするから、一旦冷静にここを受けとこう。うん。 負の,ない負のない筋の歩をつけっていう格言もあるんですよね将棋界って歩のない筋の歩をつけ相手の負のないとこ歩をつけでこれを取るかが悩むの、うん、取らない方がいいかなやっぱ銀と交換するんじゃただの銀得やからうん取らん方がいいんかなでそうそう負のない筋の歩をつけ言うんでこう負のない筋の歩ついて中飛車すれば勝ちでしょ これで、中飛車し、ちょーっと中飛車して、相手の動きを制限していく。ここにと金置,置,置いとくことで、風とか風とか、風銀ってしたらと金入るよとかして、こう相手の動きを制限していく。で、これどうする角交換するか5筋くらい取るか。まあ、普通くらい取るかな。中飛車の局面って見たらまあ、くっつく方がスタンダードなんで、え、ついて、 うーんまあでも銀ぐらいでうんでもねハオタはねこの後と指し手が難しいと思うのやっぱ歩とか歩とかつけないからこの後こうやって待っといてねこれやっぱ歩つけないと銀活用できないしでも歩銀もと金があるしあでも待ってこれ金上がってここ補強してから銀出られるくないそれ普通に銀活用されるなうん それ普通に銀活用されるくない。と金重ない。飛車先伸ばせへんねんけど。あ、桂馬。桂馬か。桂馬って何銀上がっとくと。これ、ワンチャン五筋の歩、取ら、取っちゃってるから、叩かれて嫌とかあんのかの、後々。えぇ、ー、角どう使おうとしてんの、それ。 いや分からんちょっと一回書こうか軽跳ねとかしてきた時にな,なんかいや違うなあえ銀ってこと銅と銅銀いや端歩 <laughs> 端角も見せつつってことかなまあこっちちょっと美濃囲いにしようかなと思ってるんで玉の逃げ道作るためにもまあ端歩は受けときたい銀ぶつけて銅と銅銀の時こう角が真ん中を受けてるからちょっとこっちから歩打つ全然違う全然違います 風付き金とかで8筋上ががった方がいいいやー分からんでも金上がるんじゃつまらんかな金上がるんじゃつまらんかなまあでも普通ですよね中飛車こっち金上がるってまあと金はちょっと相手の駒組みを制約してるのでなんか地味ですけどね働いてんのっていう気する方もいらっしゃるかもしれないですけど相当働いてると思う,う相当嫌だと思う。 風から金とかもできないしで角でしかしそろそろこっちもどう具体的によくしていくのかっていう話題が上がってきそうですね具体的によりこのと金の良さをどう勝ちに結びつけていくんですかっていう話題てかそもそも飛車先重くないですかっていう話題うんありますねじゃ一回風ついて銀のなんか角銀雁木みたいな言いいざ目指しとくか 一旦ね。一旦。レリス、銀端棒銀まじいやー、わかんない。端棒銀にはなんか風ついとくのが筋には見えるけど。なんかこう、銀上がりの余地を見せて、端攻めを緩和するのが筋ではある。ニやきちゃん。歯オたんが切れてる。やばい。こうなってくると、 そういう筋与えちゃうとこいつ、いらん。いや、ハオタ怒らないで。いや、ハオタン激切れハオタンが激切れしてる剣について。まあまあ取れないとおかしいというか面白くないか。確かこれ風ついた時にやってくんのうまいな銀上がってたら、なんか角引いてこう端に効かすっていう手があるんですけど、 それれを防がれてる意味もあるんですわなまあ一回銀管組む悪くはないでしょう。うん。悪くはない。てか、いい、相当いい。形勢は。形勢はね。形勢は相当いいと思っていまして。まあ、歩垂らしとかややから歩受ける。でもこれやと強者足して強とか見せられんのかな。まあ、強者足されたとて銀足せば別に受かってるっちゃ受かってるけど。 あうん。あ、トーキンが積んでいくー。トーキンがつ、トーキンが積んでいく。あ、それはまずい。ちょっと待って。うあ俺の唯一の良さが。う俺の。俺の虎のこの。え、でもこれで角道開いたし、うん、飛車先伸びてるし、悪い理屈はない。 うん、悪い理屈はないです。冷静にね。冷静にこれが悪いわけはない。まあ一回金ぐらい上がろうかな。まあやっぱね離れてたら勝てない。差し切れないんでくっつけて。金とか上がってくれたらまあ銀で絡むみたいなのもあんのかなにゃーかあこれ金から強者で逆襲見せてんの。ちょい待ちいいなちょい待ちいいなちょっと。 <laughs> この角なんなんなんかこのラインで使おうとしてもちょっと使い切れないかなと思ってこう聞かしてみたけども。そうっすよね。その時銀で打って受けようかと思ったけど、それなら銀で解いて銀上がっといた方がよかったかな。あとそもそもこれ風合わせられるんよな。その時が分かってない。いや、風嫌すぎる。なりどう銀。違う。 で逆襲してみたいいやー違うかいや何これ軽羽ね角の引き場所角の引き場所ですうーん,なんかねっちょりした戦いになってきたねっちょりしてる桂馬って橋薄くなるから微妙かなまあでもなんか回ったり風付きから攻めた時にちょっと戦力が。 ななについてえーそれ封取れんねんけど角道止まったからどういうことえー取っちゃダメなこれ端聞いてくるし結構価値高いと思うねんけどこの封筒んの桂馬ぶつけてくるってことを角取りででも角なりあーそういう違う何も当たらない何それ取ると 同銀でここで5筋を逆襲してくるってことなんかでも桂馬って跳ねた方が良かったのなんかここの歩削れためっちゃでかいと思うんやけどでも次これ銀出てきて同銀ならあの強車走るっていう手があるんですよね銀でちょっとこう遮断しといた方がいいんかな強車の利きまあ活用しつつあ待ってこれ歩打たれへんねっ 銀引きで助けられるけど角の引き場所ないからこう金とかで詰まされそうなんですけどえだ大丈夫これ一応金には筆紐つけれるから大丈夫と見てるんだけどおう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 おおおあーなるほどこれ同歩から歩を入手して筆角詰まそうとしてんねや やばい、早急に角の逃げ道を作らないと。早急に、ちょっと、風って、まあ、4のは銀引きできちゃいじめていけるし、歩引くと思うんだけど、銀引いて角の引き場所作るなんかそれもしょっぱいな。銀、銀でもくっつけるか。それか。いや、取ってきた。え、それ取れんの狭まないの、飛車。 うーわ、わからん。でも、引いた形が確かにそんな狭くはないか。てか、角の助け方、急歩。急歩。角の助け方。桂馬跳ねて、ふ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 、いやー銀引いてここの引き場所作っても、風付きで逃げ場所あ荒れされた時がわからんかった。でも、撃たれちゃう。 撃たれちゃうよーさよさならいやーでも待ってこれ被写よっていや今の風ついて風打ちを見せた方がよかったんかなまあまあいいや飛車寄って風ついて逃げて風突きは寄られて耐えられてる被害を最小限に食い止めるならト取りいやなんか傷いや待って。 これってトータルの駒の損得で見ると銀桂と角強の交換まあ若干駒損だけどそんななんか死ぬほど駒損してるわけではないちょっと予定変更でもう一回封つこうちょっと同飛車なら封ついてここ回り防あの消すわ同歩なら船ねうんなんかこれ相手玉もまあなんか橋薄いし下っすかカいし で、銀強と、角の交換なんですけど、この香車、うんそんな使えてない気もするし、全然ある。てか、これが硬い。あと、風打ちっていう分かりやすい狙いができた。うわぁ。うわーふーったら取り込んで、ふなりとこの逃げ場所作って。同歩なら同飛車で。風打ったらもう同飛車、同銀、同強とか攻めてきて。 しかしそうやって無理やり端攻めてくるのはなんか飛車も効いてるし大丈夫な気もするけどな大丈夫じゃないんですかハオタンこれ内心冷や汗書いてる説あるねうんなんかちょっと良くなったかなってハオタン思ったと思うんですけどあれでも意外にそんなみたいな、うん、ハオタンそこあそこにそこに格納すんのかえでもそれ系統機関区なるだから封筒すんの どう腑にふうどうこの天才的構想。効かないから不打てる。ええー、ああ、なるほど。取り込まれたらきついから、あれやけど、取るけど、どう飛車が、ここの端とこう取るで見せてんのか。あ、角 えかくって筆何取ってくんの同銀で飛車ってこといやハオタンヤンキーすぎるハオタンがグレたいやでもここで取るとちょっと同銀はね確かに飛車走られた時に次の飛車なりとか飛車で銀取りが同時には全部は分からなかった気がする。 角決めんのえ引いてじゃあハオタングレすぎいやグレにグレてるこれ思春期かもしれんこんなことする子じゃなかったのにふうあ同系は飛車取れる同銀はいやもう理解が追いつかちょっと待って同銀で何角成同金ってまだ耐えてるよね 銀ぶつけてくるってこと、ガッチャンコ。えー、ああ同金で形の追撃は金引けば別にまだ死んではないと思うし、てかこれ、一回風打っちゃえば玉なんか逃げやすくなるから、あ 桂馬を打っていまあまあでもとりあえず金駒渡すと頭に打たれて危なそうなんでそれ避けるためにも一回引いて桂跳ねに金引いとくとんーあそれでどう銀に銀ぶつけようとしてんのかいやちょっとていうかこれ銀ここ動かされると桂馬こっちにも跳ねれんのか。 中央に利かしてやばい同香風同香風ここで取られるとあ一回風風打ったらそこで取ってくるのかなで歩成りなら銀打って逃げて銀成同玉桂跳ねみたいなえつ止めるしかない いやーここで銀取られて、強者取るのは銀打たれて、オア終わり。ふーって我慢する。いや、それはつらいや、せめて金引いたおかましか。桂跳ね消して。消してというかかわして。でも取って戻してくる一旦。一旦戻してきて。 でこの機器を放置するとなんかろくなことにならんと思うから一回歩打ってもし銀逃げてくれたらそこで桂馬取っといて行くちなみにこの桂馬を取るといいいい同歩は同銀で助かっちゃうけど銀取れないのなり同金金こっち行ってくれるとここに逃げる余地できるんで。 まあ離れてるから嫌なんですけどまあそういう良さもあるだから同期に一回叩いてくるっていうことだと思うんですけどで同期なら銀打ちが銀なりと金取りの両を狙いふにだから引いて耐えてるかですけどうんでも引いた時にどうなんか死に方は分からんけどなそんな決まってると思う ウォーズとかならあれおかしくねっていう。なんか、と、ワンチャンあるんじゃねっていう。てか気づいたらワンチャンを求め出してんのなんなんゴーサーの時に負けなしじゃなかったん負けそうなんですけど。これは格言が悪いのか、僕が悪いのか、それともハオタンが悪いのか、誰が悪いんですか。そういう犯人探しはやめませんかもっと、もっと、 プリミティブな仕事を始めませんかそんなんじゃなかったなちょっと黙ろう <laughs> 地面紙面白いですはい。桂馬跳ねて桂ならずいやそれをシンプルに受けることができんこれ銀にアタックしちゃうとなんか銀補充されるしなまあでも同銀なり同期でここを受けて 銀絡んでくるそれが銀成同金同角成同玉金打ちがこう大手飛車でこう銀取りみたいなそういうのがあるんでここから次殺到してくる可能性が結構あるあとまあここもあるから両方受けるならこう受けるしかないでもなんか常にパッと決めてはえ今10秒考えずに指しましたね多分6秒ぐらいで指した。 負けました。強すぎ。強すぎるよ青田 <laughs>。えでもこれグラフどうなってたんやろ？ちょっと出しますか？ああ、うんーなんか最初の方ですごい下がってるな。最初のこのこのありで下がってますね。あ待ってこれだから時に取った方が良かったんか。ちょっと一回グラフ消すけどちょっとこっちだけ AI のあのカンニングしようかな思うんですけど。 取っったた方が良かったんかんな時に銀をああ同等で1,000点ぐらい優勢って言ってますねでも同等じゃな絶対勝てへんのよな正直だってハオタンにこう飛車毒でどうかみたいな勝負してるのにこれだと銀毒確定なんで銀毒しかできないんですよねあーだから同等が最善じゃきついか同等で1,000点 まあ、時に引いてればあ引いた本譜は700点ぐらいなんでまあちょっと損してる感じですね400点分ぐらい損してる感じそもそもこれ初期局面が1000あ1000点も得してないのこれ990言うてんねんけどまあ1000いくかいかないかぐらいあそうなそんな差はないんやまあでも確かに 銀ぶつけた手に、まあ、まあこの場合やったと金寄れるけど、まあ、後々こう金から銀ぶつけた時に銅とか最善なんやったら確かに結局銀毒ぐらいで収まるからまあ1,000点ぐらいの差かなるほどねそうなんや結構こう取るんじゃなくてと金の圧でいっとけば駒組み不自由なって難しいのかと思ったけどそういうわけでもないんですねいやというかハオタん強すぎ。 ハオタン、バケモン。